と決闘し、決別を告げたルフィたちはゴーイングメリー号を明け渡し、宿屋で過ごすことになった。そこへさらに不穏な知らせが一味にもたらされる。チョッパーと行動を共にしていたロビンが行方不明になったのだという。変な奴に話しかけられていなくなっちまったんだ。ごめんよ、俺が目を離したから。そんな中、突如として事件が発生。ウォーターセブン市長アイスバーグが何者かの襲撃を受けたのだ。アイスバーグさんを襲った犯人の一人はニコ・ロビンだ。お前らの仲間だろうが。アイスバーグの証言により、ロビンは暗殺未遂の容疑をかけられ、一味はガレーラカンパニーの職人たちの襲撃を受ける。一方、フランキー一家を束ねる棟梁フランキーはルフィたちに子分をやられた怒りに燃え、一味への復讐を企てていた。次こそ消してやるさ。さすがは1億の首、なかなか骨がある。さまざまな思惑が渦巻く中、ルフィたちは事件の真相をつかむべく、姿をくらましたロビンの行方を追うことに決める。俺は信じねえ。本当のことが知りてロビンを捕まえるんだ。よし、やるか。まったく、市長襲撃なんて濡れ衣もいいとこだ。早くロビンちゃんを見つけねえとな。クンクン。ん？どうした、チョッパ。ロビンちゃん、ロビン、どこにいたんだよ。探したんだぞ。みんな心配してる。一緒に帰ろう。いいえ、私はもうあなたたちのところへは戻らないわ。ここでお別れよ、この町で。何言い出すんだよ、ロビンちゃん。ああ、そうか、新聞のことだろう。気にすることねえよ。俺たちは誰一人信じちゃいねえし、濡れ衣なんざ海賊にはよくあることだ。そうね、あなたたちにはいわれのない罪をかぶせて悪かったわ。だけど私にとっては偽りのない記事よ。昨夜市長の屋敷に侵入したのは確かに私。え？私にはあなたたちの知らない闇がある。闇はいつかあなたたちを滅ぼすわ。ロビンちゃん、何言ってんのかわからねえよ。ロビン、一緒に帰ろう。みんなにもよろしく伝えてね。こんな私に今までよくしてくれてありがとう。さよなら。ちょっと待てよ、ロビンちゃん、冗談やめろ。ロビン、さっきロビンちゃんが言ったこと、ルフィたちに伝えに行くぞ。ガレーラの職人どもがうようよしてやがる。集まった方がいい。ロビンは俺たちが嫌いになったのかな。チョッパー、一つ覚えとけ。女の嘘は許すのが男だ。アイスバーグさんを襲った一味か。許さねえ。見逃してくれる雰囲気じゃねえな。
さなきゃいけねえんだ。捕まえるぞ。造船ドックの方はまだ静かだな。あそこで情報を集めてみよう。これじゃ情報を集めるところじゃねえ。我らカンパニーに乗り込むしかねえか。いきなり乗り込むには守りが硬すぎる。騒ぎを起こして職人たちを引きつける。フランキーとかいう野郎がやったみてえに目立つものを破壊すれば注意を引ける。
調子で騒ぎを起こすんだ。正面突破か。不可能じゃねえが、骨が多そうだ。まあ、作戦なんて聞いてくれないわよね。私たちだけでも敵の注意を引きましょう。騒ぎを起こせばいいんだな。ロビンのためにもう頑張るぞ。死んでもここは倒さねえぞ。相手してる暇はねえ。こっちやがれ。ニコ・ロビン、もう一度お前に会いたかった。お前が世界を滅ぼす前に。今世界中でポーネグリフを解読できるのはお前一人。世界で唯一古代兵器を復活させられる存在がお前だ。なぜあなたがポーネグリフの存在を、それに兵器のことまで。俺は古代兵器プルトンの設計図を持っている。そんなことも知らずに奴らに協力しているとは呆れたな。あなた、私の何を知っているの。世界政府の手で私の人生がどれほど狂わされたか。それほど嫌う政府に、じゃあなぜ加担する。全てを捨てても叶えたい願いがあるからよ。願い？お前の願いってのは。私を除く麦わらの一味の6人が無事にこの島を出港すること。そのためなら兵器も呼び起こし、世界がどうなろうと構われってのか。構わない。古代兵器プルトンの設計図。
そのありか。多くの犠牲が出る前にお話しください、アイスバーグさん。な、お前ら、政府の人間だったのか。そう、我々はサイファーポールナンバーナイン。潜伏など造作もない人間。しかしこの件に費やす時間もリミットを迎えました。話を続けましょう。設計図のありかについて、実は我々には一つの仮説があります。思慮深いあなたは自分が殺される可能性を考えて、設計図が所有者を失わないよう誰かに託した可能性が高い。ここで興味深い事実がある。かつてこの島にはトムという名の伝説の船大工がいて、弟子を二人取っていた。兄弟子はあなたで、弟弟子はカーティ・フラムという男だ。しかしその男はすでに事故で死んでいるはずだった。だが弟弟子は生きていた。フランキーと名を変えて、設計図を託した相手が唯一の弟弟子なら、我々も納得できる。あくまで仮説だったが、あなたのその反応がそれを的中だと告げた。うりゃー、ロビン、やっと見つけたぞ。邪魔を。麦わらのルフィ、わざわざ罪をかぶりに来てくれたのか。お前、船大工の。わけわかんねえが、ロビンを返せ。悪いが我々は急いでいる。ブルーノ、相手をしろ。超人的大義六式の力だ。我々 CP9 は皆得得している。殺しろ。気が済んだか。我々 CP9 は物心ついた時に政府のために命を使う覚悟、人体の限界を超えるための訓練を受け、世界政府の重要任務を任される我々と、たかだか一海賊団のお前たちでは戦闘力が違う。我々はこれから重要人物を探さなければならない。だがせっかくだ、最後に面白いものを見せようか。猫猫の実、モデルレオパルド。島の外まで飛べ。
行くぞ。アイスバーグの弟弟子フランキーの、いやカティ・フラムの持つ設計図を奪いに。